俺たちのジャパンへようこそ。毎年行われる全国高等学校野球選手権大会、通称甲子園。野球が好きな人はもちろん、普段は興味がない人も甲子園だけは楽しみに見ているなんて人も多いのではないでしょうか。それくらい日本人に定着した人気のある大会です。しかし実はこの甲子園、外国人からも注目されていることをご存知ですか？今回のエピソードに登場するアメリカ人女性は、野球どころかスポーツにもあまり興味を持っていませんでした。もちろん日本の甲子園も例外ではなかったのですが、ひょんなことから実際に足を運ぶことになり、そこで思いもよらない衝撃を受けて、彼女は一体甲子園でどのような体験をしたのでしょうか。ぜひ最後まで見て、その真相を確かめてみてくださいね。私はアメリカ人のソフィア。旅行が趣味の私だけど、最近は世界情勢の影響もあってめっきり海外旅行へは行けていないの。だから今日は数年前最後に旅行に行った時の話をしようと思うわ。なぜならその旅行が24年間の私の人生の中で最も印象深い海外旅行になったからよ。まずみんなが気になるのは行き先についてよね。ズバリそれは日本。日本といえばアジアの中でも最も発展した国の一つで、おまけに食べ物から歴史的建造物まで観光に適したシンボルがたくさんある国。海外旅行先としてはかなり人気が高いんじゃないかしら。とはいえ簡単に行ける距離ではないから、数年前に旅行で行くまで足を運んだことがなかったんだけど、大学を卒業する思い出作りをするために、当時交際していたボーイフレンドのサムとずっとお金を貯めていたの。そして念願かなって日本旅行が決定したんだけど、どこの観光地を巡るかで旅立つ前から喧嘩してしまった覚えがあるわ。まず私は東京に行くべきだと主張したわ。日本の首都なんだから一度は足を運んでおきたかったし、日本ならではのショッピングも楽しめると思ったから。もちろん浅草寺など歴史的風情を感じさせてくれる観光地もあるから、いろいろな楽しみ方ができると思ったんだけど、ボーイフレンドのサムは全く違う考えのようで、希望の行き先は関西だと言って聞かなかった。確かに日本のガイドブックを見てみたら、関西もとても人気のエリアだと分かったわ。大阪の活気ある街並みとか、京都の古き良き日本の風景とか、そういうところへ行くというのならまだ納得できたんだけど、サムの行きたいところはそれとは全く違う場所で、それがどこかというと兵庫県というところ。正直私は初めて聞いたし、インターネットで調べても観光地としてものすごく押し出されている場所ではなかったわ。私はそれを聞いてすっかり驚いてしまって、どうして兵庫県なの？と尋ねてみた。すると思いがけない答えが返ってきたのよ。ああ、僕一度でいいから甲子園が見てみたいんだ。甲子園？それは私にとって初めて聞く名前だった。だからてっきり人気の公園か植物園か何かだと思ったんだけど、調べてみたら全くそうではなかったの。甲子園って野球の大会？私は開いた口が塞がらなかったわ。せっかく日本旅行のためにバイト代を貯金してきてやっと行けるというのに、野球の大会を見に行きたいだなんて。サムがスポーツ好きなのは知っているけど、正直私はほとんど興味がない。それにもかかわらず大事な旅行の時間を野球に使うだなんて。
とても簡単に受け入れられる問題ではなかった。ああ、日本では毎年行われる大会でね、高校球児たちの奮闘ぶりに老若男女問わず勇気をもらっているらしいんだ。サムは目をキラキラと輝かせてそう言ったけど、私はこの発言を聞いてさらにショックを受けてしまった。今、高校球児って言った？まさか甲子園って高校生の大会なの？半信半疑で私がそう尋ねると、サムは相変わらず嬉しそうな表情のまま、ああそうだよ、素晴らしいよねと答えたの。信じられなかった。いくらスポーツに興味がない私だってプロの試合を見に行くというのなら理解ができるわ。その分野において最高峰のレベルの人たちが試合をしているのは素晴らしいに決まっているもの。お金を出す価値があるってものよね。だけど高校生の子供たち、しかもアマチュアの試合をお金と時間を費やして見に行くだなんて到底理解ができなかった。サムには悪いけど、その甲子園というものの魅力が私にはいまいちわからないわ。さっき日本人には人気があるみたいに言っていたけど、なぜ日本人はアマチュアの試合にそんな熱狂的になれるのかしら。それがわからないと私、イエスということはできないわ。私は思ったことをはっきりとサムに伝えた。だって私は日本旅行をものすごく楽しみにしているの。納得いかない気持ちで時間を無駄にするのだけは避けたかった。でもサムは私のその気持ちを分かっているのかいないのか。それを実際に見て知るために甲子園へ行きたいって言ってるんだよ。どうしても嫌だって言うならその日は別行動にしてもいいけど。なんて言ったの。せっかく二人で旅行へ行くのに別行動？サムは本当に女心が分かっていないと思ったわ。確かに初めて日本に行けるのは嬉しいけど、サムと一緒に過ごせるのが楽しみなのに。だけどこれではっきりしたわ。サムは私と別行動をしてもいいと思えるほど、その甲子園とやらに行きたいってことがね。見知らぬ土地で一人行動なんて嫌だし、こうなれば私は泣く泣くサムに従うしかなかった。わかったわよ、行けばいいんでしょ。やった、君ならそう言ってくれると思っていたよ。今思えばサムは私がこういうことをわかっていたのかもしれないわね。そんなこんなで私は全然乗り気じゃない状態で甲子園を見に行くことになった。とは言ってもサムは私の希望もできるだけ叶えようとしてくれて、滞在2日目までは東京観光、そして3日目に京都と大阪の観光をして、4日目に甲子園を見に行くというプランを練ってくれた。なんだかんだで自分の希望が叶えられていたから、甲子園に行く当日の私はまあまあ機嫌が良かったと思うわ。実際アメリカでも生で野球の試合を見たことはなかったし、どんなものか少し気になる気持ちもあったのよね。まあアマチュアの大会だからそこまで期待はしていなかったんだけど、だけど甲子園での体験は私の想像をかなりいい意味で裏切ってくれたの。まず甲子園会場に着いた時点で思っていたのとは全く異なる光景に驚いた。え？こんなに人がいるの？と思わず声に出してしまうほど。甲子園は人気だから朝早く並ばないとチケットが取れないらしいんだ。サムがそう言ったから朝の6時から並んでいたんだけど、その時点ですでに数えきれないほどの人が並んでいて、今時人気ブランドの限定バッグでもこんなに並ばないわよ。私の言葉にサムは笑っていた。
だから言っただろ、日本人にとって甲子園は大人気の大会なんだ。結局かなり長い時間並んでなんとかチケットを入手できて、私たちは晴れて会場内に。するとそこでも驚いたのが、飲み物や食べ物の販売にかなり力が入っているということ。建物内にはこれでもかというくらいの飲食店が立ち並んでいて、まるで数日前に東京で行った夏祭りみたい。ここにはみんな野球を見に来ているんだと思うけど、試合が始まる前から大勢の人が楽しそうに食べ物を選んだり食べたりしているのを見かけたわ。もちろん私とサムも朝早くから並んでお腹が減っていたから食べさせてもらったわ。たこ焼きにお寿司にラーメンに、日本の人気グルメが勢ぞろい。二人で分け合っておいしい食べ物を食べているうちに、知らず知らずのうちに笑顔になっていたようで。あんなに乗り気じゃなかったのに、ソフィアが楽しそうにしてくれてよかったよ。サムにそう言われた時はちょっと恥ずかしかったわ。でもそれを指摘されて思ったの。こういうグルメが充実しているのも甲子園の人気が高い秘密なんじゃないかって。きっとこれだけたくさんの人がいれば、私以外にも乗り気じゃないけどついてきたって人がいると思うの。だけど試合以外にもこういう楽しみがあれば、どんな人でも楽しむことができる。プロの試合でこういう気遣いがされているならまだしも、アマチュアの高校生大会でここまで考えられているのはやっぱりすごいと思ったわ。と、ここまでは食べ物の話を熱く語りすぎてしまったけど、実は試合や高校生たちの姿が私を一番驚かせてくれた。まず試合は、え、本当にこの子たちアマチュアなの？と思うくらいレベルの高いものだったわ。私はもともとプロ野球も満足に見たことがないけれど、高校生の試合でも十分ハラハラドキドキしたし、気づいたら声を出して応援してしまっていた。甲子園に出場している高校生たちはアマチュアではあるものの、かなりレベルが高いんだって。日本全国の予選で勝ち抜いた精鋭たちなんだ。ザムの説明を聞いて納得したわ。私はこの甲子園自体が予選のようなものかと思っていたけど、この舞台には選ばれた子たちしか足を踏み入れられないのね。準決勝戦くらいまでになるとプロチームの人が目をつけて引き抜こうとしているっていう噂もあるよ。いわば高校球児たちにとって3年間の集大成でもあり、自分を売り込むオーディションでもあるというわけね。だからこそ一人一人がどれだけ真剣で情熱をかけているのかということがひしひしと伝わってくる。勝ったチームの子たちも負けたチームの子たちも同じように涙を流し、そして抱き合っていた。私がその子たちを見たのは今日初めてのはずなのに、今までの苦労を想像して涙がにじんでくるほど彼らが一生懸命なのがよくわかったわ。私は我慢したけど、スタンドでは涙を流している観客も多くいて、この時にはもう甲子園がなぜ日本人に人気なのか、その答えは簡単に出ていたわ。高校生というアマチュアの大会であることに変わりはないけれど、精鋭されたレベルの高い戦い、そしてそれに青春のすべてを捧げた高校生たちがいて、彼らの努力を見届けることで多くの人を感動させ勇気を与える。甲子園はそういう素晴らしいものなんだと身をもって実感したわ。甲子園球場を出るとき、入ったときでは想像もできなかった気持ちだった。どうだった？来てよかっただろう？サムにそう尋ねられて、ええ、ここへ連れてきてくれて本当にありがとう。私は少し照れくさいのを隠しながら彼にそう伝えたわ。
そして甲子園に出場していた高校球児のように何かを全力で頑張りたいと思わされる出来事にもなった。そして現在、私はサムと結婚して一人の男の子を設けた。まだ幼い年齢だけど、何か一つ興味を持ち始めたら、それに全力を捧げるよう精一杯サポートしていくつもりよ。そしてあの高校球児たちのような少年に成長してくれたら、そんな風に願っているわ。僕も甲子園を見に行ったことがあるけど、アマチュアの大会という一言ではくくれない特別な雰囲気があるよね。みんなぜひ直接足を運んでみてほしい。私は日本人だけど、普段の野球は見ないけど、甲子園は毎年楽しみにしているの。高校生が青春を捧げてきたのが伝わってきて、まるでドラマのようだから。今度日本へ旅行に行こうと思っているんだけど、甲子園観戦もプランに入れたくなったよ。心を揺さぶられる経験、僕もしてみたいな。何事もプロのなす素晴らしい技術を見れば、すごいと感心させられるものです。しかし一生懸命努力しているという背景を知れば、さらに人々の心を感動させてくれます。甲子園は国籍問わず、多くの人に温かい感動を与えてくれる舞台なのですね。皆さんは甲子園に関して感動したエピソードなどはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。